ノースリーブスの週刊ノースリーブ。ノースリーブスの峯岸みなみです。小島春菜です。高橋みなみです。なんかあったかな最近。いっぱいあるでしょ。いっぱいあるんじゃない？入ってる情報だと AKB 関係は、リクエストアワー2014が。あ、これすごいよね、今回。そうだ、そうだ。ベスト200からでしょ？ベスト200からで、4日間、東京ドームシティホールでやらせていただいて、いつもみたいに。それが200から100位まで。100位から100位まで。で、今度は100位から1位までを、埼玉スーパーアリーナで、1日やらせていただく。1日でやるの？これ、だからどうやってやんだろうね。怒涛の、だって3時間ぐらいでしょ、あっても。だってさ、変な話、例えば、にゃんにゃんがさ、例えば、22と21、続けて出なきゃいけない時とかさ、いつもだったら着替えるじゃん、MC 入れて。そんなことやってたら切りないからね。とんでもない長時間ライブになるよね、そうすると。いや、嫌がるなよ。でもさ、今までだったら100位には入んないだろうっていう曲もさ、いろいろ、ギリギリのところあるじゃん。そうね。でもそれも全部覚え出さなきゃいけないと思うと結構、なんでみんなちょっと嫌がってる。いや、なんかすごい大変そうって思う。まあね、でもなんかさ、101位の曲が歌いたかった曲だったりするとき、意外とメンバー人気はさ、そうそう。ね、200位から100位とかね、多いかもしれないよね。暗い曲とか。まあ曲数どんどん増えてますから。結構多そうだよね、200位から。そうそうそう。いいと思いますよ。まあちょっと楽しみだけど。楽しみ、楽しみ。ねえ、いいですか、やっても。いいでしょう。よかった、ギリギリ OK いただきました。じゃあもう個人的に。私のティールーム種情報、最近そう、ラジオで何も言ってなかった。ああ、そうだ、どうしてるの？なんかね、ちょっとね、なんだろう。え、てかさ、この前はさ、お父さん握手会で流れてきたけど、あれ何？あ、そう、お父さんとお母さんが。私はね、お母さんだった。そう。握手会に来てみたかったんだって、ずっと。で、最初私のところに来たんだけど、お父さんは高峰行ってくるって言って、ママは小千春行ってくるって言って、なんか二手に分かれたの。種休んだのじゃあ、あの日。種は休んだんです。あ、臨時休業。そんなことで種とか休んじゃう。びっくりしたもん。だって、そのお父さんの次に、まずお父さんが流れてきたことでもびっくりだったのに、お父さんの次の人が、あれ、みーちゃんのパパですよね。私に食いつくよりもみーちゃんのパパ見ちゃったみたいなことにびっくりしてるもんね。その選挙の番組とかに、両親が出させていただいて、なんかお店から中継みたいにやって、その後お店とかやっぱ流行るのかなと思ったら、そうだよ、効果全然変わらないって、むしろもう結構やばいって言ってた。そろそろサッシーかユーコ呼んできてって言われた。本当でも考え方がね、そうなってきちゃうんですよ、やっぱ芸能人。てかさ、なんか、このラジオ種でやるっていう説明言ってたじゃん。本当そういうのやらないとまずいですよ。あ、そう、種の経営難になっちまってみんなさ、ちょっとオープンしてすぐに面白おかしい感じで一回来ただけでさ、結局来ないじゃん、やっぱり。だって遠いんだもん。場所がちょっと場所変えない？いや、そんな、ダメですよ。実家にやっぱ近くないとね。犬も飼ってるから。そうそう。犬飼わないといけないから。犬飼ってるからね。そうなんですよ。そっか。あとはね、チーム4でオールナイトニッポンやらせていただいて。あ、噂に聞きましたよ。みーちゃんがすごい、頑張ってたらしいじゃん。いや、そうだよ。頑張るしかないよ。当たり前じゃん。すごいね。そう、でもすごいね、楽しかった。なんかこのラジオとは全然違う、やっぱり。どんなこと話すの？なんかみんな自分をアピールしたいとか、楽しんでもらいたいという気持ちがすごい伝わってくる。なんか、はつらつとしたラジオだった。こっちだって楽しんでほしいよ。気持ちあるよ。嘘？え、嘘ある？うん、だってね、そのために喋ってるし、みんなで楽しんで。この前平塾長来たわ、そういえば。嘘。あ、よく来る。うん、びっくりした、普通。なんか就職活動、仕事してるらしいよ。あ、そうなの？もう仕事してて欲しいけどね、せめてね。個人のファンの名前出してね。それで他のファンが知ってするようなこともしないし、やっぱり。でも、あ、そっか。今は平塾長に楽しんでほしいなと思って。え、一人出ないなの？どうせ少ないから一人で。聞いてるけど。そんな感じですね。高見菜。これさ。体調不良。あー！大丈夫？漢字4文字。なんかニュースにもなってたよ。ほんとすぐ休むトップになるね、AKB はね。ほんとやな。私多分な。公にこうやって休むの、8年間で初めて。あんまないよね。確かに裏でなんかちょっと辛そうな時はよくあるけど。だからちょっと本当に悔しかったし、まあ本当に名古屋にね、わざわざ来てくださった方もいただろうに、突然の本当にね、こう、お休みとなってしまって、本当に申し訳ない気持ちで、いっぱいでございます。いや、でもね、すいません。ないよね、頑張ってるからね。申し訳ない。頑張ってね、これからも。他人事？よくなってよかったよね。頑張ってほしいね。頑張ってほしい。いるいる、ここにいるから。そして小島さん。これニュースで見た。名付けた馬が勝った。そうなの。そう、ボンドシャルナ。すごいね。そう、すごかった。でも一番人気ってことがすごいね。そうそうそう。でもね、やっぱ結構。
血統がいいから。もうそういう星の元の馬の子。そうすごい有名なお父さん。お兄ちゃん、お父さん。お兄ちゃん、お父さん。お父さん血統がいいんですよね。家族がいい家族なんですね。いい家族から生まれてるから。すごいな、ね、すごかった。今後の目標とかあるんですか？いや、あのね、言ってもわかんないっしょ。一応言っとこう。あんだけど。言っとこうぜ。聞いてくれる人わかる。そう、リスナーさんわかるから。いや、高めなに言いたい。何？凱旋門。聞いたことある。それはさっぱり聞いたことあるわ。そう、パリ、そう。うちの弟の凱は凱旋門の凱だから。なんで？うわ、いらん情報。凱旋門言ってほしかったのかな。響き。馬顔？うん、ナス顔。そうだった。馬顔じゃない。そうだった。そうだった、そうだった。こんな感じですかね。はい。そうですね。ノースリーブスの週刊ノースリーブ。それではこちらのコーナーに参りましょう。峰岸みなみの女子力向上委員会。おお。イエーイ。女子力ゼロの私、峰岸みなみにリスナーのあなたから女子力を上げる方法を教えてもらっています。うん、地道な活動の結果、嘘をつく輩を激減しましたが、最近は、だろうねというメールが届くように、あるあるでもない、なんとも不思議なコーナーに。いや、本当だよ、方向性おかしいからね。よくわかんないんだよ、けど、なんか今日もね、たくさんメールいただいてるんだけど。大丈夫、またあるあるとかじゃない？なんか見てたらよくわかんなくなっちゃって、なんか選ぶのめんどくさくなっちゃったから、今引くようにしようかなと思って。なんかもう、わかんないのな、どうしたいかわかんない。じゃあこのコーナーよくしようって気持ちはどこに行っちゃったのよ。いや、でもね、最近ね、私ね、炭水化物食べてないんですよ。そこか、あ、まあ女子力か。そう、女子力。そこそこ。きますよ。ちょっと本当に意味わかんないんだよね、この子の。何全部そんなにいっぱいあるのに全部、うん、ほら、やっぱり。ラジオネーム、ヒュペリオンさん。あ、ヒュペリオン。休日にツチノコを探している女子はロマンチスト。バカ。ね、だろうね。だろうね。だろうねかな。休日やぞ。あんまわかんないけど、まあ、そうなのかな。休日使って。ツチノコってこう、幻だもんね、なんか。ね、そういう夢ある。追い求めてる。うん。ロマンチスト。うん。ロマンチストだ。だろうねが合ってるのかもわかんないけど。もうよくわかんねえや。ね、いきますよ。こういうの続くの？うん、ほらね。ね、こんないっぱいあるの、なんそうなの、本当に。ラジオネーム、小葉ちゃさん。あ、小葉ちゃん。普段メガネをしてるやつがメガネ外すと、変な空気になりがち。え？普段メガネをしてるやつがメガネを外すと、変な空気になりがち。だろうね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 。あ、そうかな。なんか女子が、普段メガネっ子が外したらすごい可愛かったみたいなやつじゃないの、うん、いや、もう今は違うんじゃない実際はこうなんだね。実際は。そんなの漫画の話だもんね。なんで外したみたいな。確かに。現実的に考えたらそうなのかもしれない、ね。うん。じゃあ違うの弾いてよ、なんか。本当に、本当に怖い。うん、感じの違うの。もう、ラジオネーム、またヒペリオン。うん、あ。腹筋が割れている女子はなんか強そう。いや、まあ、そう。だろう、だろう、だろう。これこそだろう、だろうね。え、ちょっと待って、これ大丈夫？え、なんなの？なんの話してんだっけ？見てる限りさ、あの、よくさ、あの、ヘビー、なんかいつも送ってくれる人たちがさ、ヘビーユーザーがおかしなことになってるよね。なんかね、多分ね、おかしくなっちゃってるよね。こいつらおかしくなってんな。わかんなくなっちゃってんなと思うよ。わかんなくなっちゃった。うん。あ、他の人も来てるよかった。ヒペリオン以外。徳島県のカメムシボーイさん。あ、カメムシボーイ、ありがとう。ありがとう。好きな食べ物は何ですかと聞かれて、乾電池と答える女性は、本人が思ってる以上にやばいやつ。いやいや、誰が見てもやべえよ。だろうね。だろうね。やべえよ。だろうね。なんだこれ。やばい、なんか逆に方向性決まってきちゃってんじゃん。逆にね。うん。こっちなの？こっちで行くの？とりあえず。だろうね。こっちなの？ね。峰岸みなみ。でもね、こっちで行くでもね。峰岸みなみの、だろうね。一発屋芸人みたいじゃん。続いて、あ！また来た。ラジオネーム、ココイチ番の強さ、違う人来てる。あ、なんかいいのよ。ココイチ、ココイチ。ココイチ。略して。笑うときに口に手を当てながら DJ プレイを披露する人は、とんでもなく器用な女子力の高い M フローの DJ タクのファン。そうなの？すごい、DJ タク。すげえな。え、まあ、M フロー。ファンスキルとそんなことできること？ M フローの DJ タクってどの人？いや、M フローって二人じゃないの？うん。あの片方の片方の人。え？あの人ってあれじゃないの？え、片方口閉じてんの？え、な、どういうこと？違う違う。笑う。ああ、そうか。こういうことじゃなくて。ちょっとわかんないですけど。わかんない。わかんない。なんこれ。何これ。なんだよ、この子のよ。ね、おい、ふざけてんのかよ。いや、ほんとちゃんとした女子力のやつください、女子力の。来た？女子力ね。この子の女子力を、え？
そうです。なんだっけ、女子力ゼロの私、峯岸みなみに、リスナーの方から女子力を上げる方法を教えてもらいたいんですよ。うんうんうん、なるほど、そういう趣旨ね。あ、ギリギリおにぎり。ああ、ありがとうございます。久しぶり。誕生日に、ツイッターで芸能人に、祝ってくださいって言ってる女は軽い女。いるね。いるな。今日誕生日なんです。軽いかは分かんない。軽いから分かんない。軽い。祝ってほしいんだから、ね、いいんじゃない、まあ、ミーハーだなっていうことやね。社交的ではある。別に初めて会ったこともないやつに祝ってくださいって。ていうか、思うやけど、ね、女子力向上委員会のコーナーで、うん、男性から意見をもらうってことがおかしいんじゃない？いやでもね、これ、考えて。女性限定ですって言ったら多分来ないよ。え、いないのここ？ゼロかな？リスナーいないの？いないよ。いや、リスナーはいたとしても、女子力があるような女は聞いてないんだよ。最低だよ。おいおいおい。そう、公開ラジオの時もそうだったでしょ？マジで？うん。公開ラジオの時いた？女子力高い人、まあ、確かにね、いなかったな。うん、え、うん、この時間とかいないんじゃない？遊びに行ってるよ。うん、家にいるようなやつは？いや、女子力ない。リスナーをとことんね、他にしてるよね。ちょっともう少しだけこのだろうねの時間をね、楽しんでいきたいなと、うん。あ、まだだろうねするんだ、一応。そう、これも来週からもまた、だろうねってちょっと面白かったから。あ、じゃあ、ペペちゃん、だろうねを募集すんの？だろうねを募集しない。だろうねを募集してるわけじゃないんだけど、うん、楽しむでしょ、あくまで女子力の方法を教えてもらってるんだけど、なんか中にはそういうのがあっても。だろうねって。うん。だって二人はだろうねって言ってればいいだけだから。まあ楽である。確かに。確かに。ありがとう。そうだね。まだとりあえず。そっか。こう断定しないでふわふわ楽しんでいきたいなと思います。なるほど。ということで、女子力アップの方法をあくまで送ってください。メールの手先はノースリーブスアットマークオールナイトニッポンドットコム、ノースリーブスアットマークオールナイトニッポンドットコム、懸命に女子力向上委員会と書いて送ってください。ノースリーブスの週刊ノースリーブ。ノースリーブスの週刊ノースリーブ、そろそろお別れの時間となりました。いや、なんかディスナー怖いわね。みーちゃん、改めてちょっと冷静になって考えた方がいいと思うよ。うん、なんか乗っ取られた、乗っ取られた。彼らの方向性でね、変わってきちゃってるからね。うん、でもみんな多分女子力向上させたいって気持ちは一つだから。本当か、もう少し信じてみたいな。やばい、騙されやすいな、騙されてる。いい人だからね、船が。何知ってる。まあね。先日のスペシャルウィークで行ったキーワードクイズの当選者を発表したいと思います。はい、プレゼントはいい感じの言葉が書かれた色紙。これね、トイレなんかでも飾ってもらえるようなね、うん、いい言葉3人が書きました。はい、当選したのはじゃにゃにゃん。はい、千葉県千葉市にお住まいのかすみちゃん、おめでとうございます。うん、17歳の子だって、聞いてくれてる ね。お、こちらも江戸川区にお住まいのはるかちゃん。はるかちゃん、女の子でございます。お、私はですね、お、練馬区のみゆちゃん。お、女の子だ。ということで、色紙をね、見てね、感性を磨いてほしいと思います。ということで、番組ではラジオの前のあなたからのメールをお待ちしています。メールの宛先はノースリーブスアットマークオールナイトニッポンドットコム、たくさんのメール待ってます。そしてこの後深夜1時からは AKB48 のオールナイトニッポン、ぜひ聞いてください。それでは今週はこの辺で、ノースリーブスの峯岸みなみと小島春菜と高橋みなみでした。バイバーイ。全員黒髪で当たった。待ってか、決めつけないで。茶髪は聞かない。いや、茶髪もいるって。いるよ、いるよ。Oh, man.